しが最近すごく良かったんですけど、やっぱ2ピリのところでこう、うまくいかない時間帯が増えてしまって、それをハーフタイムでみんなで修正して、まあ、最後は全員出てしっかり勝ったので、まあ、それは良かったかなと思います。リバウンド意識というところが、まあ、今日岩瀬さんがオフェンスリバウンドを5つ取ってくれて、ポジションを育ててくれたので、全員で1つのボールを守ったりとか、取り切ったりっていうところを明日意識してやっていきたいと思います。